い、グミソアークしたいと思います。今日はですね、ついに衛星にも追加マップスコーチダースが本当にそろそろ出るぞというタイミングで有料 DLC が出るんだけど、そこの価格帯が結構ね、海外である程度ここら辺のレンジの価格帯で出るんじゃねっていうのが言われてます。なので DLC の価格帯のまあおおよそこのぐらいの金額だろうっていうところと、あとはもう一個別の話になるんだけど、今さアニメスキン来てるじゃん。このアニメスキンの第2弾が来ましたので、それもみんなと共有していきたいと思いますので、ついにね衛星のスコーチダース出るというところで、そこを踏まえて今日もねいろいろ話をしていきましょう。それでは本日もくじいってみましょう。1つ目新 DLC、 2つ目価格の予想で、最後にですねそれを踏まえてプラスアルファのアニメの DLC もアップデートされたってよっていう、そんな話もしていきたいと思います。でまず1つ目に新 DLC というところなんだけど、まあ、アドベンチャーパックっていう形でですね、新たにマップはあの ASA を持っていれば無料で遊べるんだけど、別枠で乗り物恐竜スキンで、まああとはなんか道具とかもあるのかな、装備品アイテムとかも出るらしいんだけど、そういったいろんなプラスアルファマップにされる DLC があの追加マップに付属して有料で売られます。でこれがですね、あのアドベンチャーパックという形で、今回はスコーチドアース、アベレーション、エクスティンクションの3つのマップに対象としたこの、 あの有料 DLC っていうのが出るんだよね。一つのこの有料 DLC で3つのマップの、まあ、あのいろんなコンテンツが入ってるっていうような形なんだけど、で、まあ、もちろんアベレーション、エクスティンクションはまだ未来のマップだから、まあ、今後出た時に使えるような形のっていうね、そういった前提の話なんだけど、そういった有料 DLC が出ます。でその有料 DLC 結局じゃあいくらなんですかというところで、 ASM アーリーアクセスなのにまあまあの値段しましたよねっていうところで、まあ、それを踏まえて今回は、まあ、さっきも言ったんだけど、海外で結構ね予想されてて、ある程度こんぐらいの金額だろうって言われてるのがあるので、それをみんなと見ていきたいと思います。っていう感じでですね、メインテーマ価格の予想っていうところで DLC なんだけど、まあちょっと結論から言っちゃうんだけど、これ海外でどんくらいかって言われてると、まあ大体25ドルから30ドルぐらいっていう話なんだよね。で、まあ、一応3月28日時点でざっくりそのまま為替で調べてみたんだけど、まあ、3800円から4600円ぐらいだから、まあ、4000円台の、まあ、金額になってくるんじゃねみたいな、まあ、ちょっと為替でどう動くか分かんないんだけど、まあ、とりあえずね、3800円から4600円ぐらいのレンジっていうところらしいですね。25ドルから30ドルぐらいがっていう感じで、なので、まあ、ここら辺の中で、まあ、一応 DLC が出るっぽいっていうところなので、まあ、正直その ASA 自体も結構高かったじゃん。なのでそこをね考えると、まあ、なかなかのですね、強気な価格設定というか、まあうんっていう感じにはなってきますね。で実際問題ね、今現時点で見てみると衛星本体も6760円とで、プラスして、ここで4000円ぐらいかかるとして、まあ、結構もう1万円ぐらいの感じになると。まあ、なんだけど品質的にはアーリーアクセスっていうか、アルファベータそこら辺のテストのなんかねレベルっていうところなので、結構ここら辺がまあ人によってはうーんってなるかなっていうところもあったりするよね。で Steam のホームページ見てもらえば分かるんだけど、アーリーアクセスっていう区分なので、やっぱり ASA に関してはまだなので、そこら辺も考えるとっていう形ではありますね。なのでだいぶですね、今後はまあ価格帯が強気な感じでいくのは継続なのかなっていうのがあります。こっち高くねとりあえず3つのマップの DLC だから、3つ分まとめて入ってるから4000円台だとは思うんだけど、まあまあ別にね、俺はいいんだけど、買うからどうせ結局まあ脳みそエレメントで支配されてて、まあアーク好きなんで、うん、なんか汽車があるでござる、面白そうでござる、買うでござるって感じで脳して買うんですけど、僕はいいんですけどその客観的に見て今のクオリティと価格というものを照らし合わせた時に、これを遊ぶには DLC を遊ぶには衛星本体も必要ですので、そこがまあ前提条件として6000円以上する衛星プラス、まあ、この DLC というところになっておりますので、非常にですねハイクラスな
大人の遊びって感じになっております、ゲーム価格が。なのでね、まあちょっとねこれなんかいい感じの高さですねみたいなところですね、まあ、ちょっとねその品質がせめてまともに遊べるレベルだったら全然あれなんだけど、文句は出ないかもしれないんだけど、ちょっとね文句が結構出るゲーム環境なのね今ね。なのでそこを考えるとなかなかねすんなり、はいそうですかっていうところではまあねっていうところも、しかもさこれ買わないとオアシサウルスも機関車も、まあ、要するにスコーチドアースのアドベンチャーパックの有料 DLC の内容ねがゲットできませんよって話じゃん。ってことはいややっぱ欲しいよねってなって買おうかな、4600円かうーんってね思っちゃったりもするっていうところなので、これ人口を増やすためのというか、みんな結構ね今衛星の品質が悪くなりすぎててかなり人気が落ちてて、そのせいでねだいぶ人口が減ってるんだけど、まあ、その人口を取り戻そうっていう起爆剤のシームアップなんだけど、ちょっと金の匂いが強すぎる。いやまあさっきも言ったけど、俺は別にその課金はねいろんな動画で言ってるけど別に肯定派っていうか、まあ好きだったら課金すればいいじゃん、好きにしないよって感じなんだけど、俺は好きだからバンバン普通になんか欲しかったら課金するタイプなので躊躇せずね、はい、脳みそエレメント支配されてるから、はい、もうのぐりに躊躇されてる。だからいいんだけど、まあ、なんだけどそのまあ明らかに客観的に見てね、さっきも言ったけど品質の価格が見合ってないのはまあニトラドのサーバーしかり ASA の品質しかり、まあねっていう形じゃん。なのでそこら辺でですね、まあ、ちょっと厳しいかなっていうところ、風向きが結構そんな良くはないかなっていうふうには思ってるかな。でまあただなんだけど、一応別の動画でもこれを話したんだけど、まあ、まだその情報が正確に伝わってなくて、運営もね、なんていうかな、明確にアナウンスを枠組みがこうですっていうねものを言ってないからあれなんだけど、なんかね基本料金無料みたいな感じにプレステ以外は Xbox、PC は衛星がなる可能性が高いっていう話が出てるんだよね、スコーチドアースのリリースに伴って。でここで、まあ、何が来るかっていうと、 Apex とかみたいに普通に無料でダウンロードして遊べるんだけど有料 DLC でどんどんお金を稼いでいくみたいな形に切り替えるっていうか、多分これ以上 ASA が売れないと踏んで、あとは DLC で DLC をもはやゲームソフトの本体みたいな感じで売る、だからこそ4500円とか600円とか、まあ、そのぐらいの価格の強気の DLC にした可能性があるみたいな、まあ、要するに今6000いくらで売られてるじゃんゲームソフトが、でこれがもう多分伸びるのが、このソフトが売れるのが限界だとっていうことで、実質値段を下げてコンテンツを増やした DLC を基本プレイ無料にすることによってすげ替えて、でさらに拡大して売ろうというような戦略なんじゃないかなというふうに思いましたねっていうところなので、まあ、なんか先に買った人たちはなんか俺らは6000で買ったけどみたいな、後から来た人は DLC の4000だけでいいみたいな、4600円ぐらいでいいみたいな感じになる可能性があるので、まあ、ちょっとババ引いてる感は否めないんですけど、まあ普通に正直な話をここですると、それをコメントで指摘されるまで普通に脳みそエレメントに支配されすぎてて気づかなかった。おーなんだそんな感じかぐらいに感じを思ってて、よく考えたらそうだなみたいな、コメントで書かれてて気づいたけど、おーババ引いてるやないかわしみたいな感じになりました。そっちだちょっと皆さんもね、のぐりに脳みそチューチューされすぎるのは気をつけてください。目の前のことを正常に判断できない可能性があります、はい僕みたいにっていうところなんで、結構ねそういう風な方向にシフトするんじゃないか、だけどプレステはなんかそれからはぶられるっぽいから、なんか Xbox パワーかなんかで多分ね無料にするっぽいので、基本プレイをあとゲームパスとかにも入れるみたいな話だけど、まあこれちょっと期間限定かどうかもよくわかんないし、ちょっとここの詳細はね日本じゃやんないかもしれないし海外だけかもしれないんだけど、まあそういった話を、まあ、有識者の人たちが、まあかなりねいろんな人たちが言ってるので、無料プレイになるよっつってね、なので基本がねっていうところなので、そういった戦略に転換して
で、まあ、少しでもアークを売れようというよう な、 なんか作戦出てるという感じかな。まあ、ちょっとお金の、ね、色が なんていうかな、下心の金くれっていう、その、なんていうの、その印象がめっちゃ強くて、まあ、なんかちょっと、ね、いい気はしないんだけど、まあ、アークがなんか広がって、存続できていい感じに、まあ、成長するのであれば別に俺は、まあ、構わんのだけど、まあね、脳みそエレメントに支配されててしょうがないから、はい、なんだけど、まあ、ちょっとね、普通に冷静に第三者的なフラットな、見方をすると、まあ、なかなか、がめついというか、まあ、なかなかねみたいな、ちょっと DLC も高いしねみたいなそんな印象はちょっと受けるから。でしかも、まあ、さっきも言った通りかなりペイトゥーウィンなのね。オアシサウルスとかバチクソ強いし、で蒸気機関車とか、まあ、面白そうっていう面もあるし、あとはもうめっちゃね、移動要塞として、移動拠点としてスコーチダースでめちゃくちゃ猛威を振るいそうな感じなのね。っていうことを考えると、まあ、なかなか、まあ、これに関しては風当たりが強くなるかもしれない。っていうのも海外はそのペイントゥーウィン結構嫌がる人多いのよ。でパッケージ版としてそもそも売ってるじゃん。そのソシャゲみたいに基本プレイ無料でなんかいろいろ好きな時に好きに課金しなよっていうスタイルじゃないじゃん。なのでそういったところの環境的に言うとっていう感じかな。まあ、なのでそこら辺でね、結構ですね、どうなるかちょっと出てみないと分かんないんだけど、現状としては、まあ、結構ですね、まあちょっと怪しい雰囲気にはなってるかなっていうところですね。ちょっとどうなるか分かんないよね。まあ、さらに言うとちょっとどの程度の品質かとか、まあ、バグがどのくらいあるのかとか、まあいろいろあるからちょっと出てみないと分かんないところはあるし、まあ、もちろん公式のね、発表っていうところが一番大事なので、まあ、まだこれはね、海外の有識者たちが予想しているレンジが25から30ドルぐらいの話っていうところなので、なのでまあだいたい4000円ぐらいのレンジなんじゃねっていう話なんだけど、まあ、ここら辺とかもね、実際出てみたら、まあ、2000円ぐらいだったら、まあ結構ねそこら辺はトーンダウンするかもしれないし、ペイトゥウィンダーわーわーわーっていうことだねっていうところなんで、まあ、ちょっとねそういったところで現状ね、結構DLC の値段は強気と、でさらに言うと、まあ、この DLC の値段をわざとちょっと高めに設定して、実質 DLC を本体として基本プレイ無料ですげ替えて売るみたいな感じのやり方で今後は持ってこうみたいな感じにしてるんじゃないかなっていうところですね。まあ、そういったね、いろいろな部分があるんだけど、現状としてはそんな感じで、結構ね転換期に来てるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、ぶっちゃけ結果論の話をすると、結論ただただまあスコーチダースの新しい DLC を入れたバージョンが楽しければいいんだけどっていう感じなんだけどね、俺的には、はいなのでまあ別にそれだったらねいいんですけどっていうところなんで、まあ別にはいっていうそんな感じになっておりますっていう感じなんでね、現状としてはまあなかなかですね危険が危ないような怪しい匂いがするんですけど、まあ、DLC の価格帯がまあなんと4000円台で推移していくんじゃないかみたいな話が結構出てると。でそれに話の中身としては、まあ、やっぱり本体無料にしてそこをちょっとすげ替えた感じでまあやり方を変えていくんじゃないかなと。基本プレイ無料で DLC でどんどん金取ってって、 DLC を本体価格の方をなんていうか本体価格みたいに見せて回収していくみたいな形にしたいんじゃないかなっていうふうに思いましたね。なのでね、まあ、そんな感じでちょっとどうなるかアークっていうところの、まあ、大きなねなんか舵の切り方になっております。で、まあ、あとはゲームパスにも入るしね、 XBOX の、まあ、ちょっと日本は多分そんな増えないと思うけど、 XBOX 人口が全然いないから、まあ、あれなんですけど、まあここら辺で海外の人口とかも増えれば、まあ、ちょっとアーク全体も盛り上がっていいのかなというふうには思ったりしますね。という感じなんで、ちょっとね、まあ、どこまでどうなるかわからないんですが、一旦 DLC の価格帯は今4000円ぐらいの中で推移が予想されるというところでね、ちょっとね皆さんもぜひ予想とか、この DLC の価格とかね、今後のまあ行方とかね、いろいろ感想とかコメントとかいただければ嬉しいなって感じで、最後の項目アニメの DLC やっていきたいと思います。でこれちょっとね話がガラッと変わるんだけど、今さ俺がさ、これヘルナさんのスキン着てるんだよね。ヘルナさんのアニメスキンで、これジェーンへの手紙っていう形で今 DLC が出てるんだけど、今ね出てるやつで、その DLC が更新されてパート2が配信されました。なのでパート
ート2をちょっと開けてどんな新しいアニメスキンがあるのか見ていきたいと思います。でね、ポイント1個だけローカルの人限定であって、今さこのウェイポイントあるじゃん、ここに、まあ、残り 10m で目の前なんだけど、ここなんだけど、まあ、ここのウェイポイントに来るはずなんだけど、 J の手紙がね、 J の手紙がここに来る予定なんだけど今ないじゃん。でこれ何かっていうと、あの毎度のことながら自動アップデートしませんなので、あのアップデートをまずしてくださいっていうところから始まりますので、あのオフラインの人はね、ローカルで遊んでる人はあのインストール済みのモッドからで、あの J の手紙ね、これ Dear J ですね、これですね、アップデートしてください、はい、っていう形になっておりますので、アップデートしましたら、あの実際戻ってどんな形のスキンがゲットできるのか見に行ってみたいと思います。という感じでですね、今アップデートが終わったので、これで多分ですね、ジェーンの、あの手紙、ジェーンの手紙がアップデートされてあそこに出てるはずなので、見に行ってみたいと思います。え、あるよね、え、ないんだけど、あの J の手紙多分不具合あるかもしれないです。モッド同士が干渉して多分バッティングしてる可能性があります。なんかね、全然あのアップデートした後も出なくて、あれと思ったんだけど、これ多分モッド同士が干渉している可能性があるので、あのちょっと一回モッドをこいつ以外全部抜きたいと思います。で、あれなんですよね、あのどうせローカルの検証環境だから、まあ、とりあえずいっかと思ってマップのデータ消したんですよ。でもそれでも現れないので、とりあえずこの J の手紙だけを入れて、でちょっともう一回始めてみたいと思いますまさかこんなことになるとは多分なんかのモッドと競合して多分出てないような気がする。あれ全然出ないんだけど、ちょっとこれもしかしたらローカルではバグってるかもしれないですね、これえ、これローカルだとバグってない、これこれここまでやって出ないとか多分ないと思うんだけど、本当はここにある予定なんですけど全然なくて、しかもエクスプローラーノートもですねないんすよ、ないので何も取ってないんですよねっていう形ではあるので、まああのその他でね、本当はここら辺にジェーンのね手紙が、ジェーンの手紙があるんだけどないんすよ、その他の中にっていう感じで、なんかあの割とバグってるかもなんかよくわかんない感じになってます。なので一応ね、あの J の手紙オンラインだと多分撮れるっぽいので、海外の撮ってる人の動画のあのなんていうの、ウェイポイントを参考にして今日は来たので、でこのウェイポイントに関してはですね、場所をですねお伝えするとこれになるので、82.734.6 ですね、 82.734.6 でイージースポーンのさ小島みたいのがあるじゃん、そこにあります。まあここですね、ここ、まあ、この全体でいうとこんな感じで、こうイージースポーンで、でこんな感じのあのちょっと内陸のあの水辺の方にありますって感じなので、まあこの 82.734.6 ぐらい、ここら辺にあるっていうところですいやマジでこれバグってる多分。なんかいろいろなんか試してみたんだけど、であのローカルのセーブデータも消して一から始めたんですけど、ないっすねこれは。ちょっと行けてないかもしれないです、はい。でこれキャラクターまで新しく作ったのにないって感じなんで、でマップのデータも消してね、なのでちょっとローカルはこの J の手紙がバグってるかもしれないっていうとこですね。今来てるのは1個目の J の手紙なんだけど、ここもないでしょ。で2個目もないからちょっとわかんない。え、ちょっと待って、なんかユニコーンいるんだけどユニコーンいる、奇跡、やばすぎ、ユニコーンいる、しかも子連れのユニコーンだった、すごいっていう感じなんで、なんか J の手紙はないんだけど、奇跡的にアイランドに1匹しかいないユニコーンが子連れていました赤尾部の後ろでさっていう感じなんで、今日は、まあ、奇跡のあのなんかユニコーンとともに、お別れをしたいと思います。という感じでね今日はあの DLC の値段が4000円前後なんじゃないっていうのと、あとはあのジェーンの手紙ですね、これのパート2がねあの導入されましたので、ローカルの人はアップデートしてあの取りに行ってみてねと、取れる人は
俺は取れなかったっていうえこれローカルの人みんな教えてある、これ俺ないんだけどわからんよくっていう感じなので、なんかアップデートして入ったらなくて、でマップもキャラも全部消して1から取り直そうと思ったら次は1も2も両方ないという感じなんで、よくわからないです。アップデートしたんですけどっていうところで、モッドが干渉してるのかなと思って全部モッド抜いてジェーンだけにしたんだけど、それでもなお何もなかったから多分バグってるかもわかんない、これはよくわかんないっていう感じですね。なのでね、ぜひねちょっとね皆さんもなんか見つかる方法があったら教えてください。僕はSteam 版でやってます。プレステ版とか Steam 版とか皆さんね環境を入れてなんかこんな感じだったよって教えていただけると嬉しいです。俺がなんか間違ってるかもしれないけどわかんない、アップデートしてでモッドを普通に適用してるだけどうなってるか分かんないんですが、今日はこの辺にしておきたいと思います。で携帯ゲームではこんな感じでですね、アークの動画結構 ASA の頃からね結構出してますので、皆さんぜひチャンネル登録と高評価で応援していただければ嬉しいです。でそろそろスコーチダースが出るということなんで、ライフワークね参加型の生放送の企画もねまたねスコーチダース編ねやっていこうと思いますので、 ASA のアイランド編はねもうサーバーがぐっちゃぐちゃでセーブ消されたりとか、あとはもうクラッシュしまくったりとかサーバーがねとかでいろんなね足を引っ張られたんですが、スコーチダースは平和にアークを楽しめればと思っております。はいという感じでね、今日はこの辺にしておきたいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。